ですね、本日紹介するふなっしーグッズはふなっしーの抱き枕ぬいぐるみとふなっしーに変身できるフードタオルです。変身してしまった。そう、この2つのアイテム、ふなっしーアイテムのこのセット組み合わせが相性良すぎてやばくないですか。今から寝るんかなみたいな、お休みみたいな、そんな感じ。そんな感じ、そんな感じ。みたいなふなっしーのアイテムです。これね、両方ともね、偶然なんですけど、うん、あのタオル生地なんですよ。こっちもちろんタオルなんですよね。まずこっちから見ていきましょう。はい、あの子供が子供がプールの時に着替えたりする時に、ね、うん、ボタンがついてるタオル、巻き巻きタオルあるじゃないですか。はい、それのふなっしーバージョンなんです。で、ふなっしーやから、ね、このフードがついてるふなっしーになれる。この間出たあのふなっしーになれる T シャツがめちゃくちゃ人気やったんですけど、うん、今回はね、あのタオルだけでお手軽に変身できるふなっしーでね、ふなっしーのリボンとね、あと名札がちゃんとついてるんですよ。本当だ。この名札にはここにね、本当に名前ちゃんと書けるから、あのプールの時にマジでいいですよね。子供の名前書いておいたら、うん、っていうこのタオルですね。これボタンを取って外すと1枚のタオルなんですね。大きいね。うん、結構大きい。普通のバスタオルとして普通にお使いいただけます。はい、で、あの夏の冷房の時とかにちょっと羽織る系に持っといてもいいですよね。ちょっと肌寒いなと思ったら羽織るみたいな。で、次はこちらを見ていきましょう。はい、こちらはですね、全部あのタオル生地みたいなファイル生地でできてるんですよ。はいはい、なのですごいね、抱っこしてても暑くないんです。ぬいぐるみってさ、もわもわしてて、うん、こう抱っこしてると暑いじゃないですか。うん、これから夏とかね、抱っこできないけど、タオル生地だから全然暑くない。夜もこうやって寝れる。基本抱き枕で抱っこして寝てあげてください。ただ、はい、ジムオフィスとかに置いといて、こういつでもこう枕にできるっていうのもでもありですね。お昼寝できるね。お昼寝用の、はい、というふなっしーになれるフードタオルとふなっしーの抱き枕でした。気になった方は記事をチェックしてみてください。バイバイ、ふなっしー。これ、うん。